信駅球場周辺の中、駐車場がございません。周辺道路は注目バッター3番の宇津美がライト線を破っていきました。一気にランナーでタイムリーツーベースです。1対0。そしてその後ツーアウトランナー3塁で5番田上ライトオーバーのタイムリースリーベース、一気に2点を取ります。3回の裏東洋高校ツーアウトランナー1塁、注目は4番田上、打球が起きていくという強烈な打球でした。そしてツーアウト満塁、この回上田さんピンチを招いたんですが、6番佐野コーチをセンターライナーに打ち取りまして、なんとかゼロをしのぎました。4回の表敦賀気比、1番の浜野がヒットで出塁、これがチーム初ヒット、ツーアウトランナーを広げます。そしてツーアウト2塁3塁で8番の大山、右中間を鮮やかに抜いていきました。タイムリースリーベース、一気にランナー帰って6対0、さらに東洋がリードを広げました。6回裏東洋高校ワンアウトランナー2塁で3番の宇津美、今日2本目のタイムリーヒット、1・2塁間を破っていきました。7対0。まずは6回の裏、長崎日大ツーアウトランナー2塁のチャンス、4番の川村のこのタイムリー、レフトオーバーのツーベースヒットで長崎日大が先制、5番の白川のライトオーバーのツーベースでこの回長崎日大が2点を入れました。9回の表近江高校ノーアウトランナーなしから先頭の3番津田のツーベースヒット、長崎日大は先発の金村から川沢へと継投、そして6番の川本のこのレフトフライで三塁ランナーのタッチアップ、レフトの好返球がありました。ツーアウトランナー1塁2塁、8番の大橋ライト前ヒットで同点に追いつきます。そして延長10回の裏、長崎日大はツーアウトランナー満塁とし、8番の勝野、近江の山田が三振に切って取ってサヨナラならずということで延長のタイブレイクに入りました。